あ、俺もリンゴちゃんにアミちゃんもらってさ、そうね、あっつって食べてくださいねって言われて、うん、持って帰って明日持ってこうって6個ぐらいもらって、こう机の上に置いて1個食べて、はい、でお風呂入って上がったら敬語が全部食ってた。敬語が敬語のお口の中にすべてコラーゲンたっぷりのボリ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 ピチピチになるからって言ってボリボリ壊れちゃいまして、すいません、残念、3人前なくなっちゃいました。全部なくなっちゃった。めっちゃおもろい。アメちゃん噛むよね、ボリボリ噛んで食べて美味しいって言ってました。3人にいただいたのに申し訳ない。そんなこともありますよ。そうですね、ここスタジオから見える桜めっちゃいい感じですね。そうなんですよ、むっちゃいい感じなんですよ、うん、ちょっと思わず撮影をしてしまった。そうでね、あのこっちから見るとめっちゃいい感じじゃないですか。めっちゃ映ってるんですよ。肉眼で見に行こう。なんかボヨボヨしてますけど、ああなるほど、そうこうなってて、なん、ね、あのルクプルさんの顔全然見えないです。僕なんかより桜が見えとる方が全然いいです。そりゃそうだ、ね、35歳の間もなく36の中年ですから私は。そんなこと言わないでくださいよ。まだ恋したいっすよ。恋恋な、僕状況的にしにくいからな、もう。いや、それしちゃダメでしょ。そうだね、状況的にね、僕は、まあ、あ、してもいいけど。いや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 、でも誕生日12月でしょ。12月です。まあまあ、ちょっとまだちょっと先ですけどね。うん、カウントダウン始まっちゃうから私。あ、5月ですもんね。5月2日でもう1回切ったもん。44までの。あ、フォートナイトの配信見たんですけど、うん、あの昨日の、はいはいはい、なんか普通に締め出してましたね。ルクプルさんのこと。そうですよね。全然気づいてなかったんですけど。締め出すの狙ってたとしたらめっちゃタイミングとかうまかった。すっごい考えろうとしたら。そうなんですよ。清瀬さんは逃げて奥行ったんですよ。なんか撃たれとるよみたいなこと言って、そうで。で、そのタイミングで壁やったから、あの、誤操作と思ってなくて、マジでその壁やったと思ってて、いや、でも出るとこないやんとか思いながら。確かに。いや、本当にあれは、うわー来たーって思った瞬間に、あの、キーボードのその、建築モードになるボタンを押してしまって、言ってましたね。順にならなくって。完全キー。やってたね。そう、どうしよう、もう戻ることもできやんし、もたもたしてたら私撃たれるから壁作っとこうと思って。なんかあれですね、あの昔のスーファミの映像みたいにちょっと食ってやるの、右から声が出なかった。接続あるある。そうですね、ちょっとなんかあのスーファミの画面頑張って綺麗にしてた時の作業を思い出したな今。手前にじわじわ引いていって今っていうところに手離すとか、ね、手前もありますね、うん、上ずらし下ずらしとか手前とか、あらゆる方差しすぎたら出えへんとかね。差しすぎたら消えるみたいな。あったテレビの画面よくあの三色コード、はいはい、赤白黄色、そう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 、はい、あれをこうそれぞれにこう微妙な位置でこう、あーそうなんですよね。ええとこね。そうなんですよ。本当にそう、あれ懐かしい。ガムテープで固定したりね、ちょうどいいとこでしてましたよ僕。俺 AC アダプターめっちゃ熱暴走して消える時があって、あ上にあのマヨネーズのこうほんと置いてマヨネーズで冷やしてましたもんね。マヨネーズめっちゃあったかなるじゃないですか。マヨネーズだんだん液化していくって、ね、液化ダメダメ、液化はまずそうそうそう食べ物取るか、うん、AC アダプター取るか、ちょうどいい冷え加減なんですよあのマヨネーズの。いやマヨネーズはそんな用途に使われるなんて思ってないですからね。そっかそっか、保冷剤とか使ってくださいよ。そうやね、当時保冷剤とかあんま見たことなかったっすかね。あ、うん、そうなんですか。あのちょっとお金持ちの人がね、サーティンワンアイスクリームをプレゼントで買ってきてくれた時に保冷剤が若干ついてくるぐらいの感じですよね確かに。うん、もう先にあれですけど、e スポーツインフォメーションは23のことでいいですか、うん、そう、あ、いいですか。15日2回連続で大丈夫ですか。またエントリーしてますんでみたいな感じにします。そうですね、はい、15はそうですよね、うん、はい、はい、16人エントリーしたらポイント対象大会です。了解です、それも言うようにします。ちなみにあのポイントで
今年のその最後のぷよぷよのプロ選抜戦、はい、忍者カップでポイントもらってる人出てるんで、お誰ですかって言ってる、ライトくん、ライトくん、ライトくん出てますんで、負けましたけど、あらあら、あと1勝したらプロやったっす。うわ惜しい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 。で直前にやってたあの、はい、3月の19にやった忍者カップに出てくれてた選手3人出てたんですけど、うん、3人ともベスト8まで行って3人ともあと1勝したらプロっていうところになって3人とも負けました。あ、え、あと一歩及ばず、あと一歩及ばず、これは、はい、ありがとうございます。時間食いゲームって言われてますよね、これだって何回やっても、そう、何回も死ぬから時間食いゲーム、そうですよね。いましたよ、そのダークソウルをずっとやってた友達がいて、うん、これが出た瞬間にもう専門用語だらけやったんですけど、どこどこの何々今から専門ノックしますみたいなそれすごいですよね、はい、効率いい倒し方みたいなのを研究するんでしょうね、うん、多分自分で、うん、プレイヤースキルを上げないとクリアできないっていう、あ、ちょっとなんかすごい目がぼやけてて大丈夫ですか、みんな疲れてるね、違う、そう、あのなんかゴミ、右目がなんかずっとゴミが入ってるような感じの状態、あ、え、あ、朝からですか、違うんです、途中から、途中から途中から今日の途中から、えー、すいません、なのでなんかちょっと目がぼやぼや、ちょっと心配ですけど、全然大丈夫です、全然大丈夫ないです、多分もう取れない、ありますよねそういうこと、うん、ある一回取ってあーってみたいな感じ、あーできるとソフトはしにくいもんな、目をコンタクト、コンタクトパッチ、あー私裸眼なんですよね、あーそうなんすか、そう、裸眼で目取れたらなって思ってます足腰にやっぱ若干きとるんですよね、なんか、あ、本当に、はい、ちょっとやっぱりあかんすね、ゆうどくんワンポイント取った時に飛び跳ね取ったもんね、いやマジで嬉しかった見せ場作ってくれた、ほんと嬉しかったっすよ、ねえ、あれちょっと一本も取れなかったらね、かなり悲しみの舞いをしましたけど、あれ取り方もいいんですよ、めっちゃ徹底的に、なんかそのこれ当てたら勝てるみたいな大技を当てて、しかもちょいムズめのコンボをこう小乳道くんが決めとるみたいな感じなんですよ、あ、だからこう途中も落とすなよ落とすなよみたいな感じでコンボで、あー完走したみたいな感じなんですよ結構奇跡的に本当はもっとめっちゃヘルコンボとか選べるんですけど、うん、ちょうど殺せるなんかこう難易度高めなんですけど最高難易度ではない、こうめっちゃちょうどいい感じのコンボ選んでてなるほど結構、ね、見どころがある感じラウンドの取り方なんですよ。ではそろそろ時間です。イースポフライデーナイトフィーバー、ここまでのお相手は気温瀬こと清田のぞみと、あの信谷こと信谷拓也と、ルクプルこと野呂啓士でした。それでは皆さん、また来週。なんかカップ麺とかあったかいものを食べてて、うん、湯気で例えばこう近づいた時に裸眼で曇るってあれ普通の状態ですか？絶対曇らんす。嘘。え、曇らんすよね。え、それ今までずっとそんな感じなんですか？なんかこうあったかい湯気の出るものとか、なんかふーっとした時になんかふわーって湯気が来たら曇りがちなんですよ。どうやろ、僕も裸眼やったらめちゃくちゃ前やでな、もうこうなった後にこうやっても曇ってるってこと？うん、あの瞬きしたら取れます、メガネみたいな感じ分からんな、ちょっと眼球曇ることないですか？もうだから本当嘘、いやなんかみんなこういうことになるんかなと思いながら生きてきたんです私は、曇りなき眼とはこういうことか違うけど違うな違うな完全に違うけど、いやでも今度